お前もう40だよな、何度言ったらわかんだよ。課長、高卒だからってホワイト大卒の僕を叱って気持ちいいですか。は、やる気ないなら早くやめちまえ。はい、そうっすね。何を言われようと俺はこいつらより格上だ。なぜなら俺には学歴があるからね。俺の名は天狗、偏差値55の高校に通う高1だ。学力的にはもっと上の高校に行くこともできたが、家から通いやすいことが理由で今の高校に進学した。そのため周りの学力は自分より低く、学校の授業についていくのはたやすかった。よし、これから中間テストに行かせるぞ。今回のクラス1位は96点、天狗。おお、よく頑張ったな、みんな拍手。すげー、天狗頭いいな。それなりに勉強を頑張ればクラスで成績トップ。勉強でこんなに褒められたことはこれまであまりなかったので、とても気分が良かった。まあまた実力もし学年1位じゃない。さすが俺の息子、優秀だな。頭のいい子に育ってくれたから将来が楽しみね。うん、もっと頑張るよ。天狗、何この問題の解き方教えてくれね。どれどれ。これは協調構文が使われてね。おお、さすが天狗だな。俺は毎日予習復習を続け勉強に励んだ。勉強以外にはこれといった取り柄がなかったので、自分が学年トップでいることに一層優越感を覚え、勉強へのモチベが上がっていった。受験期になると模試の結果で周りにマウントを取ることが楽しみになっていた。先生、ホワイト大学に無事合格することができました。おお、おめでとう。うちの高校からホワイト大学の現役合格者なんて数年ぶりだよ。ありがとうございます。天狗、私分トップのホワイト大学だったらしいよ。さすがだな。やっぱあいつは頭の出来が違ったんだな。よし、俺はこのままエリートコースを歩むんだ。それじゃあ新歓パーティー始めるよ。乾杯。乾杯。俺英語9割だったよ。へえ。およろしく。お前推薦、それとも一般？一般だけど。おお、そっか、一緒に試験乗り越えた仲間だな。おお、まあ仲良くしようぜ。これインカレだから他大の人も来てるらしいよ。へえ、そうなんだ。でもマーチーカのやつだとは話したくなくね。え、おい、じゃあ俺飲みます。いやいや、俺がえ、天狗は？あ、俺はいいや。いや、飲み悪いって。そこは飲みますって言って最終的に黒部飲ませるノリだろ。あ、じゃあバイトリーダーの黒部が大体飲め。おい、なんだこいつら、やっぱ低学歴とはノリが合わねえな。あ、愛ちゃん、僕と付き合ってください。ごめん、私好きな人がいて。え、誰？バイトリーダーの黒川くん。は？俺はホワイト大だぞ。ほんと低学歴とは価値観合わねえな。うちの学生 YTL48 が来んだよね。すげえ、さすがホワイトライト。おい天狗、はい、冷蔵庫に入ってたケーキ出しっぱなしで溶けてんじゃねえかよ。すいません。この前頼んだトイレ掃除も全然綺麗になってなかったし、ちゃんとやれよ。あ、もう僕今日でやめます。あ、いや、自分現場の仕事向いてないんですよね。やっぱ頭を使う仕事がしたいんで。待てよ。お疲れ様です。消費税増税で、あります。所詮日本の総理も政経大卒だろ。大したことねえよな。さてと、駅弁マーチはエフラン、これで投稿っと。掲示板で低学歴合うのは楽しくてやめらんねえな。もうすぐ就活始まるな。結局何もやってねえや。お前はホワイトライだから就活余裕だろ。そうかな。とりあえずトーイックでもやってきゃいっか。ついに就活解禁したのね。まあどっかには決まるっしょ。あなたは変化のホワイトライだものね。トヨタとかどうかしら。いいね、総合商社も興味あるし、どこ行くか悩むな。早く有名企業に内定を決めて周囲からチヤホヤされるんだ。次の方お入りください。はい、以上が私が学生時代に頑張ったことです。塾のアルバイトを頑張ったんだね。はい、得意な英語をフルに活かしました。他には頑張ったこととかあんの？え、話聞いててさ、今まで勉強を頑張ってきたのはすごい伝わるんだけど、他のエピソードとかない？例えば仲間と協力して何かを成し遂げた経験とかさ。それは君さ、明確な挫折経験とかないの？なんか聞いてて話が薄っぺらいんだよね。ふざけんなよ。全然出たんねえじゃねえかよ。一応この前仕方なく切り合った中堅企業からは内定もらったけど、やっぱあいつは頭の出来が違ったんだな。あなたは変化のホワイト大だものね。いや、あんなとこ俺の行く場所じゃない。俺はもっと評価されるべき人間なんだ。それから俺は有名企業に入ることばかりを目的に必死に就活を続けた。しかしなかなか良い結果は得られず、気づけばどこもかしこも選考は終わっていた。その後就職留年を決意するも、有名企業には縁がなく、結果俺は地元の中小企業に就職することになった。おー天狗、久しぶり。就職決まったんだって？まあ転職前提だけどな。実は弁護士になろうと思っててさ、スクール見学にも行ってきたんだよね。そっか、まあ頑張れよ。
これから同期だね。よろしく。よろしく。君ホワイト大出身なんだって。すごいね。すげえ。出世頭だ。俺なんてブラック大だぜ。まあな。会社自体は不本意だが、こいつらが同期なら負けることはなさそうだな。申し訳ございません。失礼します。大丈夫そう？あ、はい、なんとか。今回の件がクレームになったのはほうれん草が足りてなかったからだと思うんだ。次から気をつけような。おー、もう、はい。先輩ってどこ代なんですか？え？おい、天狗ちょっと来い。はい。こんな資料の作り方じゃダメだよ。誰が読んでもすぐに理解できる内容にしないと。え、これで理解できないんですか？難しい言葉をただ並べればいいってわけじゃないんだよ。はい。なんだよ、どいつもこいつも。俺はホワイト大卒だぞ。営業第2課の今期成績トップ、ブラックくんなんだって。まだ3年目なのにすごいね。俺は覚えが早いし能力も高い。なのになんで評価してもらえないんだ。大体こんな単調な仕事を俺にやらせんじゃねえよ。おい天狗。はい。取引先のグレー工業から発注ミスクレーム入ってんじゃねえかよ。これで何回目だよ。ちゃんと先方とコミュニケーション取って確認しないとダメだろ。いや、しましたよ。向こうの担当が無能なんじゃないですか。お前なんか勘違いしてるみたいだけどさ、全然基本的なことできてねえからな。ブラック昇進おめでとう。おう、サンキュー。同期最速の出世だな。すげえ。おめでとう。よ、同期の星、今度仕事のやり方を教えてくれよ。いやいや、そんなことない。まあ俺もすぐ追いつくよ。だってお前言うて日大だろ。自発者のサンクスやるって。どうした？そんな言い方ないだろ。急にどうしたんだよ。うるさいな。俺はホワイト大卒なんだよ。お前らとは違うんだよ。お、おい部長、今月末辞めさせてもらいます。は？急にどうした？どうも皆さんとは価値観が合わないようなので。ありがとうございました。いやー、新人くん、新人くん、君どこだい？法政。いやー、俺も滑り止めで受けてたよ。ここだけの話さ、ここ2社目だけど今会計士目指してんだよね。君学部？あ、キャリアだ。あの人仕事もしないし学歴の話ばっかりしてますけど、大学入試なんて10年前の話じゃないんですか？あの人は大学受験で全ての力を使い果たしてしまったんだよ。お前はならないようにな。もちろん学歴も大切ですが、そればかりにこだわってしまうと損する場面が増えてしまうかもしれません。今後もいろいろなネタを投稿していきますので、気になる方は今のうちにチャンネル登録をしてお待ちください。